皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は2024年6月13日木曜日、お時間は20時3分ですね。まあこういった形ではね、ご無沙汰しております。皆様お変わりありませんでしょうか。昨日かな、一昨日かもしれないんですけど、まあ私のね、使ってる某 SNS、 まあほぼ地球人類全員とは言わないですけど、ほぼほぼね、日々のね、なんでしょう、 SNS といえばこれみたいのあるじゃないですか。まあそこで、フォローさせていただいてますね。私が勝手になんですけど、非常に好きな、男子の方がいらっしゃいまして、男性の方ですね。好きと言ってもあれですよ、変な意味じゃないですからね。はい。で、まあ生き方もね、もう非常に、ご自身の赴くままにね、まあお仕事は大変なんでしょうけど、まあ楽しく過ごされててね、いつもいいなと思ってる方が、まあ一人いらっしゃるんですけども、その方がね、一曲ね、まあ VK と言っていいのかわかりませんが、これね、これ WISE、あえてさん付けさせていただくんですが、WISE さんのね、Colors という2005年にね、発売されたアルバムなんですけど、この中の一曲ね、Tears of Snow、これをね、さらっとしれっとご紹介されてまして、だいぶね、すごいスーパーハイパー超絶いい曲なんですけど、まあ私もね、もう何年もこれ聴いてなくて、まあ忘れてたんですよね。でそれをふとね、走馬灯のように思い出して、思い出させてくれてね、ああそうそうそう、あったなと思って、今ね、先ほど仕事から帰ってきたんですけど、早速自宅の PC に取り込んでね、聞きました。あら、めっちゃかっこいいですね、やっぱりね。で、このワイズさんの何がすごいって、良いメロディー、なんだろうな、なかなか言い表せることが難しいんですけど、凄まじくね、旋律が最高なんですよね。で、いい曲作らせたら、多分右に出るものはいないぐらいのバンドの一つかなと、思ってます。で、まあもうこれで終わりにするんですけど、このね、WISE さんの Colors、この中に入っております Tears of Snow、まさしくね、必聴の最強の一曲となっておりますのでね、皆様ぜひ聴きましょう。ということで、またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。